その後ろに3番の石井が切り替え、前段2番の服部を抑えていく4番関根、外に持ち出し菅原が上昇し関根を叩いて主導権つかみます。赤番からまず先行体制1番の菅原、3番の石井は切り替え4番手、さらに6番の伊郷も切り替えていき、結局包まれて4番の関根は下がりました。先行体制1番の菅原ペースを握っていき、2番の服部と4番の関根、中段もつれる形から踏み込んでいき、服部が1番の菅原を叩きに行く。菅原突っ張って2番の服部との先行争い、服部が強引に1番の菅原を叩いて、1番菅原引いて2番手、物部が離れて服部は短期の仕掛けで2番手に1番の菅原、後方から4番関根、関根がまくっていき、現在中段の外、逃げる2番の服部、番手1番菅原、続く7番の佐藤、直線コース粘る服部を1番菅原強襲してくる3番石。外に持ち出した埼玉東京勢、山崎が巻き返しを狙い、先手まずは8番栗田、外上がってきた4番山崎が赤番からここは先頭に立ち主導権、6番前川、2番の塚本も仕掛けを見せて、まず先行を取るのは4番山崎、山崎の逃げマーク1番永井、それを一気に6番の前川、ジャンから主導権取り返して先行勝負北日本、すかさず2番の塚本が外上昇し叩き返して、土地場3名が6番の前川を叩きました。先頭に座2番塚本、マークは9番薮田、そして7番の武田と3名きれいに抜け出して、土地場3社が後続をちぎっていく。2番塚本、番手9番薮田、続く7番武田と土地場勢でこのまま争いとなりそうだ。逃げる2番塚本、番手からかわせるか薮田、3番手から7番武田、直線に帰って粘ります。塚本粘り、内側から9番薮田。斉藤とともに北日本勢上がっていき、ここは一旦前に立ち待つ構えを取るか、5番の宿口がやペースを上げて、それを抑えた3番の千澤、続く7番の斉藤、引いた5番の宿口が3番手も内をすくって8番の手島、展開非常にもつれる形、まずは千澤が前で立ち、7番の斉藤、そして8番手島が一気に踏み込んで、後ろ2番の山下は離れており、今度は5番の宿口、1番の宇賀神がさばかれてしまって、宿口は短期の仕掛け、先頭に立った5番の宿口、後ろ8番手島、そして3番の千澤、1番の宇賀神、先頭に立つ5番の宿口、短期の仕掛けでこのまま粘れるか、8番の手島、3番千澤、1番の宇賀神と追い込み勝負にかけていき、直線に戻って5番の宿口、宿口逃げる、粘る8番の手島、5番の宿口追い込んできた1番の宇賀神。8番細沼外に持ち出して、地元勢を警戒しながらここは先手を狙います。赤番からまずは8番の細沼、関東勢が主導権つかみ、4番小原中段、地元ネトは後方7番手、細沼が先行体制、徐々にピッチを上げていく、逃げる細沼、番手5番の鈴木、埼玉勢には2番の山崎、中段を取って4番の小原、地元勢はまだ7番手で1番の篠田が切り替えていった。さあ篠田が早めに切り替えて中段まで上がり、7番のネトは外踏み上がっていく、先行逃げる8番の細沼、番手5番の鈴木、そして2番の山崎、4番手もせる展開、4番の小原、内で1番の篠田、後方から7番のネトもまくっていく、逃げる8番細沼、番手を生かしたい5番の鈴木、番手から鈴木踏み込んで内2番の山崎で直線コース、逃げる細沼、番手から鈴木抜け出して内2番の山崎。南関東勢先行体制も外追い上げていこうという4番三木、中段は8番の佐藤、前で野口が後ろを警戒しながらの先行体制、巻き返しがないだけにここはマイペースに持ち込みたい9番野口です。内をすくってきた4番の三木、8番の佐藤をさばいて4番手を取り合う戦い、ペースは9番野口、マークは2番の細川、そして5番の山崎、
南関東しっかりと連携決めて中段持ってる中、4番の三木、8番の佐藤、4番手取り合います。先行ペースを握っている9番野口、番手2番の細川、続いて5番の山崎と後方から1番の工藤が自らまくっていき、現在2番手の外、2番の細川牽制する、1番工藤のまくり、逃げる9番野口、粘る野口、外から1番やってくるが逃げる9番野口、振り切って2着争い。ここは先行狙ってくるか、6番の伊藤、前で待つ2番の谷口、抑え込んで6番の伊藤明則、アウト9番伊藤聖輝も巻き返しを狙い、残り2周の赤番でまずは先行策6番の伊藤明則、神奈川勢が主導権つかみ、中段を取りに来る9番の伊藤聖輝、2番谷口は後方まで下がりました。先行勝負6番の伊藤、神奈川勢が主導権、9番伊藤聖輝早くも4番手から巻き返し、一気に踏み込んで9番の伊藤、追走する1番の小林、若干離れるもなんとか連携決めて7番の山下まで3名抜け出した。2番の谷口が後方からまくっていく、さあ三重勢のまくり、谷口上田外まくっていく、逃げる9番の伊藤聖輝をまくれるか、2番の谷口のまくりが2センターで先頭に立ち、追走する5番の上田、三重の両者が抜け出して直線、まくった谷口振り切ってマーク、5番の上田外。ゆっくり上昇し、まずは酒井を警戒します。内に酒井を包み込み、4番斉藤踏み込んで7番工藤を抑えての先行、工藤は一旦下げて中段を取りに行き、4番斉藤の先行策、番手3番田中、続くは9番の今野、切り替えて6番の松岡、4番手後方から1番の酒井、ジャンを聞いて巻き返してくる、酒井の巻き返しを見て4番斉藤ペースを上げた、逃げる斉藤、番手田中、続くは9番の今野、巻き返してくる1番の酒井、酒井が現在2番手まで上がって3番田中がそれを牽制、しかし1番酒井も踏み込んで乗り越える勢いも、3番田中バックから発進していく、しかし9番今野が離れて2番手に1番酒井入り、さらには9番の今野、先頭3番田中、後ろ入った酒井が逆転狙って直線、粘る田中粘って追走1番酒井。6番隅田が踏み込んでいき、しかし7番松岡もやや突っ張る構え、先行争い赤番から抑え込んで6番隅田、番手3番木村に対して7番松岡粘ってくる、さあ番手もつれる展開、前段のもつれを9番高橋はまくりを狙う、6番隅田の逃げ後ろまだ決着つかず、インコース7番の松岡、もつれを9番高橋がまくってきた、逃げる6番の隅田の先行をまくって9番高橋、しかし後ろ2番小林が離れて2番手6番の隅田追走、追い上げる2番の小林、先頭9番高橋が後続をちぎっていき、追い上げ2番の小林、さらには5番の伊藤、必死の追撃2番の小林も、9番高橋は後続を大きくちぎってまくり解消、高橋追い込んでくる5番の伊藤、上昇亀井マーク、7番斉藤、4番田中、南関東3名抑えていき、包まれた大阪勢は中段に下がります。そして北日本勢8番滝山が赤番から一気に踏み上がり、その北勢の後ろに2番の柴田、3番手切り替え上昇、3番の稲川、1番亀井とまずは4番手もつれます。さあ亀井を抑え込んで稲川中段を取りに行く、3番稲川、そして1番の亀井、大阪勢が中段取って早めに巻き返します。8番滝山の先行策、まくりを打つ3番の稲川、追走する9番の前田、大阪2社が抜け出して5番の伊藤が牽制しながら切り替えていく、先頭3番稲川、番手マーク9番の前田、大阪コンビ抜け出して切り替えて5番の伊藤、7番と斉藤、伊藤が迫っていき直線コース、粘れるか3番稲川、番手から前田が一気に追い込んで内3番稲川、外は5番伊藤、さあ6番菊池の動きをめぐって番手戦となるのか、
菊池が後ろを警戒しながら先行体制を固めていきます。菊池の行為もつれる中、今度は5番の佐々木が踏み込んで、さあ番手を狙うか、そのまま叩いて先行勝負に出ます。5番佐々木が前に出て、1番の佐藤引いて、6番菊池、3番手3番の飯田、そして4番の石川と静岡勢が中段で連携し、2番斉藤6番手、7番の渡辺は後方から。先行勝負は5番の佐々木、逃げる佐々木、地元佐藤武史番手から。6番菊池は3番手、まくりになって2コーナーから発進、逃げる5番の佐々木、まくっていく6番の菊池、菊池のまくりを1番佐藤牽制するも、まくっていく6番、さらには7番の渡辺強襲してくる。直線に帰って6番の菊池、菊池がまくり切って先頭に立った菊池。2番小川もゆっくり上昇し、さあその番手の争い、守れるか木村、奪えるか内藤、激しくなりそうです。残り2周の赤番、まずは前で待つのは8番佐藤、踏み込んできた2番の小川、8番佐藤も突っ張ってここは粘る動きとなるか。さあまずは2番の小川を抑えて一旦ペースを緩め、3名並走状態。今度は5番のシッチも踏み上がり、シッチが追い上げ番手になるか、一気に叩いて先頭に出た。さあシッチがまずは先頭で、このまま先行勝負となるのか。1番の木暮がさばきながら動き、逃げる5番のシッチ、1番の木暮、追走7番の足沢、2番の小川も粘り、さあ関東勢がシッチの動きに乗って、2番小川3番手の内側少しもつれ、5番のシッチ粘りを見せるが、1番の木暮がそれをかわしていく。一気に踏み込む1番木暮、木暮振り切って追走7番の足沢。